19世紀のフランスの画家、はい、カミーユ・コローというねんか風景が暗い感じの風景画とかを描いてる人だと思ってくれればいいんですけど、はいはい、彼の作品は。 出来にムラがあるとされています。んなんなら姉妹にはですね、原、はい、作もめっちゃ多いとされています。<laughs> コロオさんが他人のやつをパクっちゃった。あ、えっ、ー、とね、うん、コロオさんの作品にめちゃくちゃよく似たコロオ作じゃないものがいっぱいあると言われているる、コロオさんの作品と言われているのに実はコロオさんじゃない。はい。なるほど。これさ、後世の人からしたら、うん、そのコロオの評価って、ま、うん、出来にムラがあるわけだし。うん まあ原作もいっぱいあるんだったらまあ彼の評価って落とし見るというか、低くなっちゃう。買いたくないよねコローさんの絵は。偽物かもしれんなとか、出来悪いかもしれんなって思っちゃうよね。そうですよね。と思うじゃないですか。ただここにはねやっぱ事情がありまして、コローは若くて貧乏の画家を助けるために持ってこられたその若者の。 風景画に自筆のサインを入れてあげていたらしいんですよ <laughs> つまりそうすると<あ>高く売れるってことだ巨匠コローの作品なので高く売れるって言って<ー>その貧乏な画家の資金援助をしていたらしいんです、ね、優しいね いいやつですよねいいやつめっちゃいいやつだそれそう今ここまでの話っていうのは、うん、一見的にに村がある画家だから村があるっていうのも要はへったくそなやつのもサイン入れてあげたってことなんですよね,ねなるほどそうだから村がある画家っていうのはまあこうやってだからまあみんなから悪く言われるボロクソ言われるけれども、ね、実際にはそのサインっていうのはその時代の画家にとっては必要なものだった、うん、わけですよね、まあ、お金をねちゃんともらえるための方策としてあいつにサイン入れてもらったってことですもんねそうですよね、まあ、だからこう必要悪、うん うん、と言ってもいいのかもしれないですけど、うん、現代日本語にも上湯コロみたいな裏方がいるんですよ。よ、うんうん、<laughs> 現代日本語と、はい、上湯コロの共通点を見つけてきたわけです、ね。見つけてきました。<ー>なんとか全然何にも分かんないけどそれがですね、うん、させていただくですね。あ,あのよくね、なんかおじさんとかがさせていただくさせていただくみんな若いやつうるせえって切れてますけど。はい あれは、神湯コロと同じような。神湯コロです。必要枠だということです,かです、ね、必要枠ですね。<laughs> 頑張って全然、ね、ピンときてないな今のところ一生懸命サイン入れててあげてるんですよね、うん、させていただくって売れてない画家の右下に全部に書いてあるとか <laughs> そういうことですかあだいぶ間違って解釈しちゃってますねそれはそういうことじゃないです、ねはい、日本語の体型っていうね、うん、食えない若手の画家にサインを入れてあげているのがさせていただくなんですよねでもさせていただくなくてもね十分日本語の体型は成立してるというか食えてる感じしますけどね、うん、ああそうですよね今回はそういう話をしていきたいと思いますはい では今回させていただくに関してお話をさせていただければと思いますれ。お早速使っていきますね。はい 堀本さんさせていただくってどういう印象ですかなんかね僕ねあの連呼する人が気になってしょうがないんですよねもう本当に何々させていただいていつも何とかさんには何々させていただいて本当にもう光栄の至りで何とかさせていただいてますって三連発ぐらいする人いるじゃないですかはい、はい、あれはもうちょっと気持ち悪いなというか<ー>お前それ言っときゃ何とかなると思っとるやろみたいな気持ちがありますねこれとかどうですかあのただいまお持ちまして、はい、え我々は活動をやめて解散させていただきます ちょっと気持ち悪い勝手にしたらええやんって思います <laughs> 解散させていただきますって <laughs> って思いますけどね。なるほどとか昨日僕、うん、風呂入ったんですけど、うん、めちゃくちゃ気持ちよくて、うん、整わせていただきましたあもう気持ち悪いです。解散より全然気持ち悪い <laughs> 勝手にしろっていう感じそうですね,そ,うですねそれは嫌だね解散させ,てさせていただきますはまだ許容できますねそれに比べるとなるほどなるほどあのさせていただくに対しての人々の評価って、うん、本当面白くっておおむね堀本さんのようにうん、うん、まあなんか腹立つな、うん、あれみたいな感じしますよね、うんうん、でだけどさせていただくってすごいね奇妙な共同をしていましてどう奇妙かっていうと これ昭和の初期ぐらいから使われ始めてたんですよ。えっさせていただんですかまはい。平成後期ぐらいからじゃないんですかいやいやいや昭和の初期からすでにあったんですけど、はいはい、その使われ始めてた当初から批判されてたんですよ。じゃあもう駆逐されたらええやん <laughs> 昭和初期ってことは戦前とかってことでしょそうですね。それの時代から気持ち悪いと。じゃとっくになくなってておかしくないですけどねそうなんですよね。 でそうなんですよだから不思議なのはね、うん、この手の批判されてる言葉遣いっていうのは大きく2パターンに分かれるんですよ。1つは消えてなくなる、うん、でもう1個は批判がなくなる。 定着してで誰にも批判されなくなるってことなんですけど両方違うねさせていただくはここに当てはまらなくて使われ続けてるるし批判され続けてよねそうなんですよずっとボロくソ言われてるんですよねさせていただく前に案件くれた大衆館書店様の「ジーニアス英和辞典」のキャッチコピー使われ続ける進化し続けるでしたけどさせていただくのキャッチコピーつけるとしたら「使われ続ける批判され続ける」そうですよねそういうことですジーニアス英和辞典っぽくもありますねちょっとに。 ターンを重ねねねねててないいでですすけど、ねはい、<laughs> ずっと一緒です、ね、させていただくのは、ね、そうなんですよだからなぜかみんなボロクソ言う割には使うっていうところがその状況が改善されてないっていうのがさせていただくの不思議なポイントですね<ー>最大の。ね、今回はなぜこういうような状況なのか、うん、もう少し謎をうまく解きほぐしていくと、うん、なぜみんなさせていただくが大嫌いなのかということと。うん なぜみんな大嫌いなのにさせていただくに頼っちゃってるのかっていうこの謎を解き明かす前5回<ー> <laughs> 長いな<れ>長いっすねえ20分ぐらいにまとまる前 <laughs> <laughs> 5回30分掛け5とかやんのそれだけで30分掛け5で済めばねマ<ジ>ラッキーですよ、ね、えやもっと長くなる想定だ全然ありえますマジですか <laughs> ちょっと帰らせていただいてもよろしいですかダメですダメです。<laughs> させていただくの悪評に関しては他にも興味深い挙動があってうん、うん、今回ね種本にしたのはこの椎名道先生の「させていただくのご用論」っていう羊消防から出てる3,600円の本なんですけど、うんまあ、これとかを主に参考にしたんですが、うん、させていただく1テーマでいけるんですね1手余裕ですこの本が出た時にネットの反応は結構ね面白くって、うんまあ、一つは最近増えてるって感じてたんだよなあっていうこと。うんうん でもう1個は違和感があるので僕は使わないようにしてますが大きく分けて2この2つだったらしいんですよで興味深いのは使いやすくて便利だよねみたいなまあだから増えて当然だよねっていう擁護者が全く見んかかわいそうになってきましたねさすがに急におかしくないこんなさみんな頼ってるくせにボロクソ言われてさ 紙入コロと僕はそこが重なる点があるなと思うんですよ。そうだね。紙入コロも結局あいつ出来悪い絵描いてるからなって言われてるわけですもんね。そう。まだ今の段階ではさせていただくんじゃあなぜ人々は頼るのかってことは話してないですけど、とにかくなんかみんなさせていただくのことをクソ味噌に言うっていううん確かに。<laughs> どうした？<laughs> あれ？別の人？<laughs> あれ？何ですか？<laughs> ちょっとあの別人の声を出させていただいたって感でああ。ありがとうございます。はい。いや確かにさ言われてみるとんなんか。 させていただだくめっちゃ便利だよラヌキ言葉とかはさ「うん、いやだって区別できるじゃん」とか「うん、食べられる」は受け身なのか可能なのか分かんないけど「区別できる」言ってる人とかよく見るかど、はい、させていけど「便利だよねって言ってる人一人もいない気るする多分ねだからゆるゲンガー・クラシーのリスナーでも確かにほぼこの手の本読んでなければ僕ぐらいになるともう「させていただく」に対して毎日お辞儀しなきゃと思ってないですけど「<laughs> させていただく」の方に足を向けて寝ないんで 大げさなんよ常に常に大げさ <laughs> でも確かにそうなったら面白いですねこれ今日一番ギャップあるかもしれない今まででそうなんですよだから あの上流頃と同じ時代に生きて食えなかった若手の画家の気持ちに最終的には必ずなると。そうだね。させてありがとうっていう気持ちにえっ、ー、と二週間後とかになってるのから誤解かかりますからね。もちろんです。はい、いやでもそうなったら確か逆転劇としてかなり面白いんで、はい、いいですねこれ方眼美意気的にも楽しめるコンテンツになりそうです。じゃあまず、うん、そのさせていただくの基礎知識いきましょうか。うんうん、あのまず簡単な基本的な情報をおさらいしてから。 話を進めていこうと思うんですけど、はい、まずこれ敬語の分類で何語か分かりますえっといただくって言ってるから自分を下げる、はい、謙譲語じゃないですか、はい、そうですね謙譲語ですね減、うん、り下って相手を高めるっていうようなものだと思っていただければいいかと思いますうん、うん、でなんでこれその敬語の表現になるんですか、はい、んどういうことな,なんでさせていただくっていうパーツがその敬意を表すことになるんですか、うん、え、だって させていただいいてるわけじゃん、うん、いただくって要は自分がこう権威が低い感じなわけだから上司にお酌をさせていただくみたいな自分が低いですよっていうことで相手を上げてるから敬意じゃないですかそうですねそういうことですねあの、まあ、肝を今回じゃいただくの部分だとするならば、うん、これあの専門的にはネガティブポライトネスみたいな概念があって<ー>まあちょっと気になる方は、ねるね、そう調べてもらえればと思うんですけど要はあの距離を取ると敬意を感じるよねっていう。うん そういうまあ考え方があるわけですね。距離関係あるんですか？距離がね、関係あるんだこれ。へー、全然関係なさそうだけど。あの大学学部生の頃のね、僕これ授業で聞いたんですよ。ポラトネス理論ってのがあって、まあそのえっとうぬうぬみたいな。例えばその距離を取るとじゃあ経由感じるねって言われたときに、距離関係あるか？同じこと思ってる。思ったんですよ。ありました。大学生の時の疑問がね、やっと解決。それは解決しましたけれども、ほらでもさ、例えばあの古文でもさ、えっと。 偉すぎて自分が恥ずかしいの恥ずかしいみたいな言葉だとか、あとそれからえっと敬して遠ざくいわゆる敬遠ってやつですよね。うんうん敬遠敬野球のピッチャーがはいわざとフォアボール出すやつはいあれ今だとそういう意味でなんかちょっと避けるみたいなえっと意味で使われてますけどもともとの意味ってのはものすごく敬意が高い相手に距離を置いて敬意を示すみたいなあそういう意味だったの敬そういう意味ですねへえだからまあ漢字の言葉でもそういう距離をえっと なんだ恐れ多いものに対して距離を置くっていう考え自体はあるわけですね。えー、なるほどね。これユルーゲンゴクラジオの過去回でもやったよね。あの押しが尊すぎてしんどいみたいな。はいはいはい。 えー、今のでいう恥ずかしい、はい、敬意が高すぎて恥ずかしいみたいな自分をこう悪いなーってものにすることで相手の良さを表現するみたいなのってあの話はなんか自分が恥ずかしくなるみたいな話でしたけどえと偉い人を遠ざけて距離を持つってことが敬意につ,つながるっていう文脈なのであれ,、うん、あれかな、うん、家庭法 の話したじゃないですか昔あれもほら過去形にしたことで距離 過去形ってのは距離ななんだみたたいな言いい言方をしたじゃないですか現在から距離があるのが過去だし、ね、現実から距離があるのが家定法だっていう,うん、うん、ああそそうだやったわその話で現実から距離がある家定法っていうのは丁寧なニュアンスが伴うってう話したじゃないですか「can you tell me」よりも「could you の方が敬意、ね、が,があるっていうだから英語もネガティブポライトネスつまり距離を取ることで敬意を持たせるっていう表現自体はあるのでるこれは広くいろんな言語に見られる現象なんですよ。 へー全然直感と合わないけど早速面白いですねそう,そうかあの、ね、ポライトネス理論っていうんですよこのネガティブポライトネスとか逆にポジティブポライトネスっていうのもあるんですけどポライトネスって礼儀みたいな意味でしょそうですね礼儀正しさみたいな意味ですけどあ<ー>まあ言語学ではそのポライトネスって用語自体があって。うん で、この話もねすごい面白いんですけど、<ー>あのそのためにはあのポライトネスっていう体調があるので、うん、<laughs> それを読まんことには語ることはできない多分。体調っぽいタイトルだね、ポライトネス。ブラウンのレビィンソンを読まないと多分話にならないんで、<ー>ちょっとそれは今度やります。へー。でもてことはあれかもしれないですね。めっちゃ遠くの方から。 コーチが呼びかけてくるとか、うん、あれ敬意ちょっと感じやすくていいかもしれないですね <laughs>、ええ、お前チンタラしないで早く走ってこいみたいなさっさと集合しろって怒鳴ってる時は敬意がある、うん、いや命令系なんで全然言語では距離取れてないんですよ <laughs> <laughs> ちょっとふざけてたらなんかでっかい話見失ったんですけどはい、させていただくっはいはいそれがピンときてないなすでになるほどはいえっとこれはですねさせていただくって、うん、ほら形としてはさせるといただくからなってますよね、うん、で例えばじゃあ指摘させていただくとかにしましょうか堀本さんにあえて僕が指摘させていただくとかっていう時の形から考えてみるともともと指摘するがありますよねうん、うん、でそれに対して 指摘させるっていうのは堀本さんが僕に許可を出して指摘をする状態を認可するみたいなことですよね。でその状態をいただく受け取るって言ってるわけですよ。ああそういうことですね。距離を取っているってていいるのはそういうことですねあ確かにそうですねそっかそっか敬語の表現というかお客さんにめちゃめちゃ電話でへりくだろうと思った時やたら遠回りな表現ばっかり出てきますもんね自分の人は,いはい、はい。 まあそちらの件に関しましては必ずしもそうとは今もうちょっと申し上げにくいところではあるんですけれどもそうなるように前処し,しますみたいなうん、うん、あれ敬意出そうとしてたからなんだそうですね歯切れが悪い人間なのかなと思ってたんですけどいや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 ,いや,いやじゃなくて敬意とか、まあ、なんだ失礼のないようにっていう気持ちの表れですねなるほどあそういう仕組みだったんだねそうこのいただくっていうのが結構やっぱ肝で、うん、まあさせていただく以外にも手だくもありますよね うん、こうしていただく、堀本さんに、え、肩もみしていただく、ね、とかもあるように、いただくっていうのが結構肝で。これってほら、あの、受け取ることを指してますよね。いただくっていうのは、もともともらうだと。考えれば。だからこれって、その、相手から、も、もらった自分にフォーカスをしているわけですよ。えっと、意味的に。だから、これって、相手を、まあ、言ってみた、ら遠ざけている。自分が、それを受け取りましたっていう。 遠隔化の、うん、まあ機能があるんだっていうのが学者の整理なんですね。うんうんうんなるほどなるほど。言ってることわかります？あのわかりますけど遠隔化は遠くに行かせるといことで、ね。あそうですね遠くにえー、っと、うん、これねちょっとね遠隔化だけ言うとピンとこないんで、うん、ちょっともうちょっとだけえー、っと今後の話の整理のために、えー、導入したい概念を一個だけ言ってもいいですか。はい。それがですね。 ベネファクティブベネファクティブ出てきた <laughs> これあれだ黒島先生のゲスト会の時に出てきたやつだ <laughs>、はい、それなんだっけなんかベネフィットと関係あったよねあベネフィットとも多分関係ありますけどこれあの需要同士 もらうとかあげるとかくれるっていうのが補助動詞として使われる場合のことをベネファクティブと呼ぶんですねで日本語の授与動詞ってどんな体型になってます知らないですよ何どんな体型あれどんな体型になってますに対する回答方法知らんのよ三系列7号のやつで何にもわかんないですんて答えたらいいのか分かんないどんな体型って聞かれてあのさ授与を表す動詞ってどんなのがありますああ渡す言っちゃった、うん、渡すやめましょうちょっ渡すは難しいんですね、はい、あげるあげるはい もらうはいとかでしょ。そうですね。あげるもらう以外にくれるもあるわけですよ。ありますね。はい。これだから三系列ある。えっと正確に言うとやるくれるもらうの三系列あるんですよ。間違いわかります？やるくれるもらう。もらう。まやるはかなり偉そうな感じしますね。はいはい。お前にそれやったから。う偉そうかっていうよりは意味的なところで言うと。あ意味意味の話か。やるってどういう意味ですか？やる？やる？でも。 A さんと B さんがいて何々してやるっういうようなことを描写してますか、うん、A さんと B さんとものがあって A が B にものをやるっていうときは、うん、A が B にものをあげたってことでしょ <laughs> そうだよええ。じゃないの何を求められてるのかが全然分からない。えとじゃあ例えば「くれるともらう」とはどう違うんですか?「やるは」。<laughs> えっと A さんは B さんにものをやった、うん。とかまあ英語に直したら分かりやすいのかな うん、えじゃ一緒だギブかレシーブかでいったらどっちですか <laughs> ああ<ー> <laughs> やるはどっちですか,かあげるギブですよねそうですよね、うん、はいでもくれるとかもらうって、うん、ギブじゃなくて、うん、レシーブじゃないですか ああ,ああそうですね。はい、くれるとかもらうは受け取ってる側の視点ですね。受け取ってる側の視点。そう、うん、そうなんですよ。だから視点的に言うと受け取ってる側の視点なんですよね。あそれが聞きたかったのか。はい。偉そうかどうかをずっとこだわってしまった。<laughs> <laughs> あ,あそういうことですね。確かにやるとくれるもらうは、はい、そうですね。主語が違う感じがしますね。はい、そうですね。でくれるともらうの違いがかなり難しいというか、うん、くれるれ、ね、苦手な人は本当に何というか例えば外国語が母語で日本語学習している人とかだと困る。 とか大体の言語は「ギブ」と「レシーブ」の2系統大体の言語かってい言い過ぎかなの言語が結構多くてこの3系列ってのはそんなに多くないみたいなのでこのレシーブが2種類あるパターンってのに結構悩むと確かに今違い一生懸命説明しようと思いましたけど一緒じゃないこれ「くれる」と「もらう」はどう違うかっていうとあ分かった、はい、水野さんが本をくれたうん 水野さんに本をもらっただから、格助詞。が違いますね。うんうん、あ、そうですね。そうですね。っていうことじゃない。組み合わせられるパーツが違う。はいはいはい。あ、その、だから、あれですね。あの、相性的な問題の話。あ、そうそう,そう,そう。意味的にはどう違うんですか。意味は一緒でしょなるほど。違うんですよ、ちゃんと。<ー>くれるともらう。うん、すげえ似てるんですけど。うん、例えばですけど、誕生日にケーキを。なって。くれたともらった、はどう違います。うんうん、もらった。

まずやるるととくくれもらううは大き違それはやるはギブを指してたしくれるもらうっていうのはレシーブを指していたんだけどくれるともらうはどう違うったら主語が何なのかによるとだから堀本さんの最初言ってくれた格が違う格上詞が違うみたいな話はあってます割と合ってるいい観点でしたねすいません僕が知識不足ゆえに初学者を否定するって最低な行動をしてしまいましたすいません謝罪させていただきますいいい線ってましたからね 否定して <laughs> あ、まあんま適当に否定すると良くないっていうね学びがありましたね、はい、学びをくれましたね水野さんが、ね、ありがとうございますあの学びをやりました全然反省してないな <laughs> でこのやるとかくれるとかもらうのがこの三系列、うん、まあこのやるがね上げるになり差し上げるになったり、うん、それからくれるがくださりになったりもらうがいただくになったりっていうようなのでうん、うん、結局こう七語あるんですけど今後肝として使う部分っていうのをもう一度復習しておきますね、うん、まずやる とくれるもらうの違い、なん、うん、何でしたっけ？えとやるとくれるもらう。 集合が違いますよね。集合がっていうか、あれか、渡すのか、あげるのか、相手にあげるっていうのか、自分がもらう,う,う。そうですね。これを学者によっては、だから求、求心的と、遠心的、みたいな言い方を、することもある、うんまあ。字が全く浮かんでないですけど。あの、求心っていうのは、心を求めるの方だし。求心力の求心。はい。で、遠心っていうのは、遠心力の遠心。ですね。<ー>だからさ、やるはさ、自分からさ、ものが離れていくイメージじゃないですか。うんうん、だから、遠心的だし、逆にくれるとか、もらのは、自分に、こう、ものが近づいてくる、ような、要素を表現している。うん な、うん、ので求心的っていうふうに言うとう、その用語なんかもうちょい対応取れんかったかな、うん。はい。 遠心と急心はさ、はい、遠心にするなら近心近いにしてほしいし <laughs> 急心にするなら何なか分かんないけど離れていくし離心とかにしてほしいし、はい、なんか用語の対応取れてないです、ね、あじゃあ気にしないでくださいどうせこの用語使わないんで <laughs> あ分かりました,かた、はい、まか、あ、離れてくやつと近づいてくやつっていう違いでしたよねはい、はい、やるとくれるもらうに関して、うん、そうですねでこのくれるもらうこのど、えー、とはな近づいていく側のくれるもらうの中でさらに細かく、うん、えと違いがあってそれは何でしたっけえーと 相手が自分にくれるのか、はい、自分が相手からもらうのかっていう主語が違う,う、はい、そうですね、はい、そういうような違いがあって、うん、これがそのままこのニュアンスがベネファクティブにも、うん、えと残る。 ベネファクティブっていうのは何々してくれるみたいな使い方してもらうとかしてやるとか補助同士として使った時がベネファクティブになるはいそうですね遠心力と求心力いらんかったなもう用語が覚えるものがもう忘れましょう遠心力と求心力全くいない絶対覚えないようにしす今回使った用語っていうのはベネファクティブと覚えなくていいネガティブポライトネスってやつだけなのであポライトネスもいらないですネガティブポライトネス今後そんなに使うことないと思うのでじゃあ頑張ってもらくてベネファクティブが今後また出てきちゃうかもなっていうとあのこれか需要同士 の体系、うん、やるくれるもらうの体系の話は今後の肝になるんで覚えておいてほしいっていう3系統あるってやつですね、うん、はいこれを覚えておいてくださいとはい、はい、ここまではい、はいあのー、やってきたらようやく基礎知識はもう十分だと思うので具体的にですね日本語話者はどんなさせていただくに違和感を覚えているのかうん、うん、これを、えー、と堀本さんに実際テストしてみたいといす、はい、ああいいですね 言語学者がアンケート取って統計処理をしていうのをやっているので、うんえー、和社にとって何が一番うざいさせていただくのか整理されてるんですけど堀本さんにちょっと試してみますね、はい、えと4つ分出しますんで、うん、違和感の有無をちょっと簡単に答えてもらいましょうかはい、はい、かりました最初「今回は僕にスピーカーをやらせていただけないでしょうか?うん」 全然違和感ないです全然違和感ないめっちゃ普通上司に言ってそう部下がバッチリ堀本さんが例えばじゃあ自分の部下に言われても全然問題ないし違和感ないし僕も何なら言ったことあるんじゃないですかね今回は僕にやらせてくださいやらせていただきたいですってなるほど言ったことある気はしますじゃあ問題ないとはいじゃあ次いきますね受講表を確認させていただきます うん、受講票って何あえっ、ー、とその講座を受けるための紙ですね受講票を確認させていただきますっ、えーえーえー、と受付の人が堀本さんに言いましたとはいはい、はい、確認させていただきますもう、まあ、違和感ないんじゃないかな違和感ない、うん、はいオッケーですねじゃ次が「 ちょっと冒頭にも言いましたけどアイドルグループが解散させていただきます、うん、ちょっと気持ち悪いんだよなこれなんか解散させていただきます、うん、私たちは解散しますでよくない,いなるほど、うん、それちょっとうんうんって引っかかりますねなるほどで四番目、うん、サウナで整わせていただきまです。絶対ダメです <laughs> 絶対ダメそれはもうダメ俺言ってる途中でしたよまだサウナぐらいで今言ってませんでしたいや冒頭のあれ来るんだろうなと思ってたからもう準備ができてましたいや絶対ダメですそれは絶対ダメです、ね、整わせていただきました絶対ダメ なるほどはいあのおおむね多分僕も近い実感なんですが面白いのがね「受講表を確認させていただきます」2番目のやつですねこれに強い違和感を覚える人がいたっていうのが先生の本に出てくるんですねお面白いですね具体的にはですねこれですかちょっとそこはね分かんないですけどまあまあそういう方もいるんですけど要は「確認させていただきます」って言ってるけどいや俺許可与える立場じゃないのにそんな言い方をするのは失礼 失礼じゃないかって言って怒っていたとあなるほど受講票はもうお前が確認するというルールになっとるんじゃろうがいとそうそうそうだから、ね、許可とか求めなくてもいたしますでいいじゃんっていう,うん、うん、受講票確認しますいたしますでいいのになんてさせていただきますって言うんだって言って怒っていたと椎名<ー>先生はこの男性の気持ちもわかるっていうふうに書いていたんですけど俺分からんな <laughs> 僕もねあんまり違和感ないんですけど結論から言っちゃうと、うん、あのじゃあこの今の流れで言うとね させていただくのを違和感を覚える要素っていうのをこう分解できるんですけど、そのうちの三番目、この変数がいろいろある中で一番あの三番目にえっと影響力が大きい要素っていうのが年齢層だったんですよ実は。うん、ああなるほど結構面白くないですか？え三番目そこの待って今させていただくのえー、させていただくに対する評価を出すはい。 人のの要素の話をしてるわけですよねどういう印子が大きくさせていただくの印象に寄与するかす、ね、文脈の中のこういう文脈があると OK だったり NG だったりみたいなのがあったりする中で年齢層っていうのが意外と大きな変数だったっていうはい、はい、えでもいや僕むしろど真ん中じゃないっていう年齢層が年齢層が1位じゃないのっていうむしろそっちの驚きがあります、ね、なるほどなるほどちょっとじゃあ話し方説明の仕方下手だったかもしれないですけど1位はですね、うん、必須性 言って聞き手の役割や存在が関係と逆に言うと聞き手の役割や存在が関係してないならさせていただくってのを使うと違和感を覚えるあそういう要素も入れてるんだもちろんです年齢とかじゃなくて性別とかじゃなくて使われ方ってことですか使われ方で言うと必須性っていうのはつまり例えばサウナで整うってことは一人で完結する行動なので聞き手の関与ってのは全くないいですかこれにさせていただくを使うと多くの人が違和感を覚えるとから 昨日俺読気持ち悪い気持ち悪い <laughs> みたいなこと言うとあのあ<ー>急に変な日本語を生み出すことができるとそれで思い出したんですけど、はい、僕昔そこそこ人気 YouTuber の方と、うん、あの知り合ったことがあって、はい、飲み屋で、うん、でその時にちょっとボケというか先輩 YouTuber だなと思って「いや僕も YouTuber やらせていただいております」ってちょっとボケて言ったんですよ、うん そ,したらその人もすぐ起点を聞いて返してきて「YouTuber やらせてやってます」。 っあはい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 ,、はい、いあんたにやらせてもらったわけじゃないけどなって言ったくだ <laughs> ああ、ね、りがあったんですけど、はい、今になって思うとあれすごい高度なボケでさせていただくっていうのは必須性、はい、が必要だなという前提を受けてお前の言い回しだとこういうことになるぞという彼はだからベネファクティブをよく理解している起点の聞いたボケ返しだったわけですねあれは。 性といって、相手から許可された場面だと、違和感は小さくなる。逆に言うと、許可を必要としない行為だったら、違和感は大きくなるっていう話だったんですね。うん、で、だ最初のその受講票のやつもそうだよね。あ,あ、そうですね。うん、それからユーチューバーだって、誰からの許可もいらないのに、やるわけですよね。だから、堀本さんは、その理屈で言うと、アイドルグループが解散させていただきますって。言ってるのと同じような文を、自分で言っているわけ、うん。そうです、ね。<laughs> ですね、いや、でも、あれはボケだから。 ちょっ先輩 YouTuber にちょっとこうコビを売っとこうみたいなコビを売っ, <laughs> っとこうみたいなつもり <laughs> コビを売らせていただこうと思ってなるほど言ってるだけですから別に何も問題ない普段はでも作家をでも作家をやらせてもらってますって言ってないああ いや言言言っっっててててなないいすね多分言ってないだからなんか,だからボケてる時は言ってるはもしれないですね <あー S 2> いやもう皆さんのおかげで作家やらせてもらってますみたいな「<あー S 2> 作家させていただいてます」とか言うかもしれないけど「ボケてない時は言わない」ああそうですかですねなるほどじゃあ堀本さん結構私激性に関しても私激性がない文脈ではさせていただくって言わないようにしているしてますね多分ねっていう感じですかねうん だから僕自分のバンド解散するときは絶対解散させていただきますとは言わないバンド組んでないからねバンド組んでないし <laughs> 音楽一つもできないし楽器もできないし歌も歌うような人間でしょそんな人間がバンドなんて組めなくない <laughs> なんで急に早口になった <laughs> 人のバンドやってなさを攻撃するときだけ早口になるの何な,んなんかまるですぐバンド組めるのに組んでないみたいな感じで<笑><笑>昔やってたぐらいの勢いで言いましたけどね <laughs> まあまあねそういうそれに準ずる状態があったとしても言わないと思いますね僕は,はいはいはいさあまあとにかくここまでやってきた、うん とこからわかるのは、まず聞き手の存在を関与してないときにさせていただく相当変だと。だね変だね、で続いて聞き手がまあまずいたとしてもその人の許可を受けてする行動じゃないのであればえっ、ー、とさせていただくつかない方がいいんじゃないか使わない方がいいんじゃないかと、ね、か,か違和感を覚える人が多いよねというような話ですね。そうですね。まあ、概ねそれは聞いたら感覚に一致してますね。はい。でその三番目が年齢層だったっていう話なんですよ。うすごいわ。<う>って考えるとすごい文脈文脈年齢だもんね。そう。例えばですけど恩恵性みたいなところもえっ、ー、とチェック。 チェックをしていてい、うん、恩恵性ってのは、えー、と聞き手や話し手に恩恵があるかどうかっていうのはこのさせていただくの違和感に関与するかとかも調べているんですねあだから直感的には年齢より全然そっちの方が大事な因子っぽいですよね。そうですねだっていただくっていうのはものをもらうっていうのがもともとの意味なわけですから、うんそ,ね、それによって恩恵があるみたいなニュアンスがあった方がいいですよね。うん、よねでも実際にはこれ全然優位な効果を及ぼさなかったみたいで<ー>それよりも全然年齢層のが上だったと。 へだから補助金を受け取らせていただいたおかげで「僕はこの店がうまくいきました」とかっていう時ってさやっぱその恩恵を受けてるわけじゃないですかはいだからめっちゃ聞いてきそうですけどねそうですねそうでもないんだねうんそうですね<ー>で年齢層もさ、うん、これ面白くて、まあ、基本的なその若年層中年層高年層で違和感の差があるっていう話なんですけど受講表を確認させていただきますみたいな表現だと、うん、これ順番が 若年層は違和感薄い、うん、次に違和感が薄い年齢層っていうのが高年層なんですよ。で一番違和感大きく感じるのは中年層だったりして、ね、まあこれはその現役世代中年層の現役世代は敬語に敏感なのかもねみたいな話だと思うんですけどうん、うん、一方で例えば卒業させていただきますみたいなものだと年齢順に容認度が下がったりするはい、はい、つまり。 年が上がれば上がるほど卒業させていただきますに対する違和感増えるみたいでうんうん、うん、ああなるほどなるほどだからやっぱりビジネス用語っぽいかどうかの違いかもしれないですねああそうかもしれないですね一般卒業させていただきますみたいなやつって多分一般の世界であちこちで見るやつはい、はい、一方で受付で受講表を確認させていただきますは多分ビジネスマンほど多いビジネスパーソンほど遭遇するシーンだからそのせいかもしれない、ね、そうですねでもこう僕年齢層って結構衝撃で、うん その「させていただく」をさ使うさ、うん、話者とさ、うん、聞き手でさ、うん、違和感のさ感じる部分違うのってめちゃくちゃ怖くないんえー、っと。えーだ と思って受講票を確認させていただきますって言ってるのに向こうがめっちゃ失礼だと感じてるってすげえ怖い状況じゃないですかでそれが年齢層レベルで異なっちゃうということはその文脈とか関係なく俺の世代だとそれ気になるからっていうところで時代を踏みかねない,い ね、だってさせていただくっていうのは基本的に相手に丁寧に思われようと思って、うん、相手をに敬意を表現しようと思って使ってるわけだからそ,うです、ね、それがその結果的に地雷になるっていうのがすごい不思議な現象なんですよ、うん、だからトラップだよね <laughs> 自分なりにこう丁寧にしたつもりでやってるのに、うん、かえってもそれすげえ失礼だけどねって言われてしまうそうそう社会って怖いなーっていう感じですよ、ね、社会って怖いんですよね、うん、マジで。うん とということで、まあ、初回はもう導入ということで、うん、えさせていただく取り巻く不思議な状況と基礎知識についてお話ししてきましたでもね言われたらね面白いなっていう気がしましたね問題提起の時点で。はい、誰も擁護してないっていう確か言われたらそうだわと思って。うん、普通ね うん、逆張り堀本さんだら、ね、そう僕なんてね、うん、みんなから嫌われてるものはかばいたくなるたちなんですけど、はい、させていただく気になるわーって僕も言ってましたからそうですよねだから珍しく堀本さんに「させていただくなんて撲滅した方がいいですよね」って言ったらね、うん、まあ場合によっそうか逆張りしない,い <laughs> 珍しい,珍しい、ね、逆張りブレイクの可能性ありますもんね。ですよね。うん いるとうん、うん、で一方でみんなから必要とされて使われ続けているっていう不思議な状況が昭和初期から続いている、ね、これがまず問題提起で確かに必要悪っぽいわ最初に水野さんに言われた時あんまりピンとこない表現だなと思ったけど、うん、みんなからボロクソ言われてるのになくならないものってまさに必要悪そのもののだよは、ね、ははいはい、はいその手のうんちくいっぱいそれこそね必要枠のうんちくとか貯めたりしてるんじゃないですか、ね、ありそうだけどまああれとかですか。 <laughs> あ確かに汚、ね、職ですよね田沼沖継ぐねそうですね賄賂のイメージですよねそればっかり叩かれてたけど結局あれでしょ何、えー、でしたっけ有名な教科みたいなやつありますよね白河の、えーっとね、白河の清きに住みかねて元の田沼の濁り子意識あすげえよく出てきたな,そうなんだっけこんなんでしょ、うん、な,な,んなんか違う気がするけどなんとかかんとか白河の清きに耐えかねて元の田沼の濁り子意識だよね、うん、そんな感じだったかっていう風刺 かみたいなやつが、はい、はい、中学校の社会の教科書に載ってた気がしますけど。うん、結局だから汚職ある方が生きやすかったなみたいな。あと田沼が悪く書かれすぎてるみたいなね。 話もあ後生の人からすると田沼のやってたことがいいってなるとすごくまずいので田沼を割と悪く書くんだけれども結構例えばじゃあごめんなさいこれ特に裏取ってないですけど経済学やってる人とかからすると割と正しい政策が打ってるみたいな田沼ってケインズ的なインバナマの開拓とかやってたから公共事業への投資とかやってたんじゃなかったっけ あれ田沼って第何代だったっけなんか多分景気そんな良くなかったんじゃないかな全然わかんないです日本史が弱すぎて何にもわからない <laughs> 田沼まあ中盤だったと思うんですけど徳川将軍の流れでいくとうん、うん、まあまあとにかくその経済めちゃめちゃ回してはいたよね田沼はうん、うん、っていう評価は少なくとも多分中立的というか問題ないんじゃないかなって気がするので、うん、だからなんかいつの世もあるじゃないですかこれ嫌われ者だけどあだからインターネットで言うとあれだね、うん、ジャスラックとかさ <laughs> めめちちゃゃゃ嫌われてるじないですかはも僕は別になんとも思ってないですよ。別にインターネットで嫌われてるですインターネットでよくみんなからね、いろいろ別称で呼ばれたりしてますけど、でもそんなジャスラック必要ですからね、どう考えてもね。著作権管理団体は必要なんで、まあ、なくならないよねアーティストさんからしたらね、守ってもらわないとね、当然必要ですから、だから、なんていうんですか、普通の一般のインフルエンサーとかだったら、そんだけ嫌われてたらいなくなると思うんですよ。でも嫌われててるのにいいなななくっ ってことは必要なんだなということでさせていただくジャスラック説をちょっと僕は今押したくなっているんですよ。ユコロを持ってきたんです。<laughs> ジャスラックですか。で <laughs> ジャスラックの方が僕はピンとくる。知らなかったから紙ユコロを。はい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 。ジャスラックピンとくるなと思ってます、ね。なるほどなるほど。まあちょっと紙ユコロね単純に雑学として面白いからい<や>。面白い。あのすさすがですわ。なんか得した気持ちになりますね。<laughs> <laughs> じゃあちょっともう一回まとめますと、はいえー、こん今回のシリーズで。えー 解きき明かしたいことっててのは大きく分けて2つ、うん、なぜさせていただくはこんなに嫌われているのかうん、うん、でそして、えー、なぜこんなに嫌われているさせていただくをみんな頼るのか、うん、ということを解き明かしたいとなるほどで今回話してきたのはさせていただくの基礎知識として、うんまあ、ベネファクティブっていうような、うんうんうん 概念を導入しながらやるくれるもらうっていう需要同士の体系について簡単に説明をし、うん、どんなさせていただくに違和感があるのかってことを説明してきました一応次回以降のお品書きを言っておくと二、うん、回目はなぜうざいのかって話だけします <laughs> あいいですね楽し、はいなんかそこ意地悪くていいですね楽しみ楽しみ <laughs> で3番目は、うん、いやさせていただくってマジ神だよねっていう話をしますおおすごいね。みんなはなんでこんなにさせていただくに頼るんだっていう話をしますすごいねなんかだいぶ相反する内容を連続でありますねで,すねで4番目はさせていただくはどこへ行く あ、うん、すごいさせていただく実はもうね、うん、あのね変わり始めちゃってる部分があるので<ー>どう変わり始めちゃってるのかっていうところを話して、まあ、5回目はま,あまとめとか今回勉強して思ったこととかを雑談めいた話をしようかなと思ってます<ー>変わり始めてんだね昭和初期からあるのにねてか昭和初期からあるのに形をとどめてるのが不思議ですけどね僕からすると逆にしだってほらあの昔さ黒島先生が来てくれた時にさ、うん、あの発行のベネファクティブさせえっ、ー、と 差し上げるか、うん、手差し上げるの話しましたけど、うん、手差し上げるなんて登場してすぐ消えました、ね、ああそうですねポットでの一発屋芸人みたいな感じで出てきてすぐ終わっちゃったんで, <laughs> で、ね、させていただくは息長いんじゃないですかね僕ちょっとこの手の歴史的な話わかんないですけどそっか100年も同じような言葉が現役で言い続けるってすごい頃より長生きだと思いますとりあ,えずあまあでもそうでしょうねコロ <laughs> <laughs> そんなに長生きしてなさそうですもんねはいというのが今回のお品書きです、うんうん、では次回 うううざざざががらられれるる理理由由かなぜいのだからみんながなんとなくモヤと思ってる今回もねなんでさせていただくどれが気になるのかって話はしたんですけど「うざポイント」理解するとさなんとなく許せる気持ちになるみたいなモヤモヤしてたけど言語化されたらなんだこれにうざいんだみたいなこととかってあると思うんでそんな話を次回していこうと思ってます。じゃあ皆さん次回の紹介される「うざポイント」を予想しながらねコメント欄に書き込んでもらって。当たるんんじゃなないですかかねそ みんななんとなく感覚として多分持っている、はい、今日の年齢の話とかもそうだけどなんかまあこれが因子になるんじゃないかなみたいなのとかなんとなく皆さん仮説あると思いますんで、はい、そちらコメント欄に書き込んどいていただけるとありがたいですはい。以上今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたゆる言語学ラジオの初の書籍が出ましたこの本の中身はえっとおなぜ今えー、っとって言ったんですかあのー、じゃダメなんですか いや,いや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です面白そうですね概要欄にリンクがあるので是非皆さん見てみてくださいね